遠賀川流域の自治体が集まり、激甚化する災害にどう向き合うかを考えるシンポジウムが飯塚市で開かれました。シンポジウムでは防災士らを交えたパネルディスカッションなどが行われました。地球温暖化の影響としての気候変動というのが、この治水という意味でも大きな課題として。遠賀川流域にある19の市区町村の代表らは、2018年などに発生した過去の被害を振り返り、治水を身近なテーマとし、関係機関を含め互いに連携を深めていくことを確認しました。それではスタート。その遠賀川の河川敷を出発したコースケウォーキング仲間。今日は天気も良くて、なかなか自分で歩くことがないから、はい、楽しい。およそ 6.5 キロのウォーキングに参加した300人余りが、世界遺産の遠賀川水源地ポンプ室や川沿いに咲く綺麗な菜の花など、中間市の名所と自然を満喫しました。